とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。ボスラッシュをブラストだけビルド。これで行くと早いんじゃないでしょうかということですね。やってみます。ブラストだけと、ドラ、そして羽ですね。で、防具に、輝くローブの帯電付きで行ってみます。残念なことに、ブラストだけが251しか持ってません。256になると、おそらく75万ぐらいのダメージにはなるんじゃないかな。欲しい。まあまあ、今後ね、入手していきたいと思います。では、こんな感じで、行きましょう!それでは、スタートでーす。ブラストだけ2つがいいっていう話もあるんですけども、今回はドラ。を入れてきてます。ドラでね、3倍与えていった方が、俺は早いんじゃないかなと思うんだよね。確かに見た目としては、ブラストだけを2つつけて、でガリガリガリっていった方が、早そうには見えるんだけども、実際のところやっぱりこっちの方が、俺は早いんじゃないかなと思うんだよね。よっしゃ。結構いいペースで、ここまで来れてます。ダメージを受けると、回復しづらいのでダメージは極力受けないようにいきましょう。あとどこ?いないよ。あこいつらね。はいはいはい、雑魚がいたってわけか。で倒しましたね。いったね。ああ危ねえ。これね、矢がないとどうしようもないからね。よし。でここもあっぶねー。これも食らわないよ。極力食らわずに行くよ。よっしゃ行け。オッケー。あと一体どこだ。いた。しゃー。待って、見えない。最後ムーシュルムモンスターズがいるはず。ちょっと待って待って待って、見えないよ。オッケー。どこだ。ムーシュルーム3体倒して終わり。3人固まってる。いい感じ、いい感じに固まってやがる。もう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 危ない危ない。しゃー、早かったっしょ。はい、ということで戻ってきました。ブラストだけビルドでボスラッシュやってみましたね。カバンよりはダメージは少ないんだけども、確実に与えれるんだよね。ローブを装備して、一発が91万か。で、これに、ドラを入れて、270万。うん、270万かけるの、5発か。これが確実に入るので、うん、そこそこ、いい感じですね。プラスで帯電も入るからね。やっぱり強かった。これはなかなか、使いやすいですね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。